こういうこと言ってくれる人がいると心強いよね。カツラだけど。というか、あそこって一等地なのかね。お隣の遊園地潰れちゃったみたいですけどね。あのエイブリー・キャリトン、声がええわ。声がラジオにも出てくるけどね。ただ残念ながらあれはリバティシティストーリーズの方だから、この話の何年か後に、まあエイブリーはね、州知事の人に殺された上に死体を食われてしまうという GTA らしい最後を迎えますが、なんでここで緑にしなかったのか。小一時間取りたい。作業員がオーバーオールっていう時代でもねえよな、もう。よいしょ、ちょっと黙々してるけど大丈夫かこれ。大丈夫だな、問題ないな。大丈夫じゃない。危ねえ。やばいやばい、火つく火つくから勘弁してくれ。おお、危ない。どんなカーブの仕方しとんじゃお前は。あ、そうだ、ホットポテイトは取りに行っとかないとね。取れるか、いけるな、いけるいけるいける。一回ぶつかると火がつく可能性があるけど、だいたいあれだな、ファミコンの怒りというゲームがあります。あれドって読むんだったかな。あれの戦車は燃料が切れると爆発するっていうネタがあったけど、あの AVGN ってアングリービデオゲームナードっていうのがねネタにしてたな。しまった、ガソリン入れるのを忘れてきた、じゃあすぐ逃げないとってダーって逃げてボーンって爆発する。ああいう車なんでしょうか。ダメージを食らいすぎると火がついて爆発するっていうのはとんでもねえな。こんな広い家に住みたい、住みたいかな、微妙だね。いて、そうそうそう。で車をこのように配置しとかないとね、ポリスが入ってこれないように。はい、オッケー。じゃあちょっとお金貸してください。お願いします、何でもしますから。これね、上下にすることでより落とし落としての効力を上げるみたいなわけねえ。行くぞ、来るなよポリス。車乗り込んだ直後にポリスが来る場合があるから怖いんだよな。キャー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 、やばい、ダメだこりゃ、逃げろ。キャー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 、大変だー、わー、カプーン。いともたやすく行われるえげつない行為。オラオラー、お、やべ、めっちゃ跳ね返ったぞ。オラ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 、影に隠れよう。ちょっと無理をしすぎました。おー、これショット、さっきのでグレネードがなくなっちゃったんが痛かったな。うう、あらやだ、激しい。あそこもボート鎮圧。おう、オッケー、これで安心だな。じゃこれ取ってもしょうがないな、でこか、よこしょー、相手びっくりした、来てんだよこの野郎。やべ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 、これはちょっと思ったよりやばくなってきた。さっさと片付けよう。いて、あぶねえ、ちょっと遊びすぎました、すいません。どうした、スワットの皆さんがカエルに帰れなくなっちまったな。こうで一緒に巻き込まれてくれれば
そこの武器も手に入ったんだけどな。ちょっと真似したろ。 Right, left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right。 ところでこれ俺自身どうやって出たらいいかわからん。ウリ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 、こっから出れる？出れろ。あ、やべえ、なんかコリジョン抜けそう。大丈夫かこれ。あ、出たよかった。これは工事現場の方に繋がってるのか。なるほど。はいはい、はい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 。あー、ちょうど来てるからもう一緒に受けちゃうか。はい。ペンタゴンに連れて行かれたりしないですよね。地上げ屋なんてそんなもんじゃないですかね。このミッションやるのはいいんだけど、ライフルがないんだよな。どうやってクリアしたもんか。まあ順番に悩むとしましょうってウズが言ってた。一応でも見に行ってみようか。開いてるか。開いてないと思うんだけど。開いてないな。ディアスのお家にお邪魔できないとなると、ライフルを入手する手段がないから、ルガーとかってどこに落ちてんだったかな。すっかり忘れちゃったっていうか、そもそも覚えてねえか。ちょっと待ってよ。こっちか。しまったな、グラナーダ全部使っちゃったから、ホットポテトもできないし、ピストルでやるしかないか。まあここはもうスタンダードに行きましょう。スタンダードに行こしょう。じゃあな、手榴弾があればまだ良かったんだけどね。手榴弾使い切っちゃったからな。ちょっと調子に乗りすぎました。あの、そう、みんなを笑わせようとしてね。冗談だ。よし、掘られる、掘られちゃう、掘られちゃうわ。ベイビーさんなら喜びそうだな。ベイビーさんはガチホモ説。ごめんなさい。よっこらしょっと。まあここに配置すんのはいつものこととして、武器をどうするかですね。シャッガンではなかなか厳しいよな。確か前プレイした時はあれか、バイクで突撃したんだっけ。入り口、あ、しまった、入り口のあそこ通らんとあかんのか。しまったな。逆からごめんなさい。お邪魔します。そやね、これを見なあかんねんな。武器は、あ、グレネード8つあったっけ。あれ、さっき使い切らなかったっけ。気のせいか。これが使えるんだったら楽だな、仕事が。ただ距離が遠いんだねこれ。あの、ゴルフカートがあればいいんだけど、ゴルフカートがね、あ、そか、そこにあるんだ。それでゴルフカート全部処分してしまって帰りが大変になったことがあるんだ一回。ライフルがあれば楽ちんなんだが、まあいいや。この距離だったらこのぐらいだろう。ほら、念のためもう一発。あ、いけた。
はい、ありがとうございました。なんかスマートに決まりすぎてお金が、いやでもこれちょっと鳥の声んじゃない、これちょうどこう私殺されたよみたいな新聞紙が足元に置いてあるけど、まあね大変ですね、バイスシーで成り上がろうというのは。レディオゆっくり連想。それじゃあ私はこれでスマートに帰らせていただくとしましょうか。これなマップ拡大表示っていうのがないから怖いんだよな、結構急に起こしたりするからさ。確かこっちの方に、ん？違ったか、ちょっと待って、北の方か、じゃあ南の方や、南の方に、わお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 、隠しアイテムが1個あったと思うんだけど、せっかくだからゴルフ場なんてめったに来ることないし取りに行きたいと思ったが、これ違うな、やっぱり道が、あれやっぱ分かんなくなっちまったよ。あそうか、あそうか、あよかった、スマートに見つかって。ゴルフカートっていうのは絶対に転ばない設計になってるらしいですね、これ。んで何やったかな、チートコードのうちのタイヤがでかくなるチートを繰り返し使用すると加速力が極端に上がるっていう小ネタがあるんですよね、これ。いずれは一回見せたいような気もするんですが、私のスタイルとしてあんまりチートは使いたくないっていうのがあるんだよね。チートっていうのはまあ完全クリアした後の、まあ、道楽というのが私のイメージなので。さて今回のプレイはこの辺で終わろうとは思うんですが、最後にここ変えておきたいな、せっかくだから。ここ買うためにはちょっとそこでお金を借りてくる必要があるので、ちょっとお金借りてきますね。確かここの薬局だよな。よいしょ、ポリスが来ないことを祈ろう。さあ行くぞ、お金貸してください。くるりくるり、どやこのエイムスピード行かせやろ、すごいやろ。あいーん、ごめんなさい、だいたい最近の若い人は分かんないよな。ちょっと待てよ、あれちょっと車乗れるかな、ここのこの距離、あーやばい、ごめんなさい、捕まっちまいました。ちくしょう、だが別に問題はねえ。じゃあパトカーパクっていきます。さっきのお家もうまあこういうのは気にせんでいいか、ミッション失敗になるのはちょっと勘弁したいところだけど、別にねパクられたくらいとってことはねべ。さあいざ買うと超買うと、はい、ここのアパートかな、そうガレージついてるからね、怖いんだわ。なんか一応車入れとこうか、なんかしらの近場にいい車が走ってればの話だが、走ってないですね。いやじゃあここでセーブ、今回はここまでということにします。はい、お疲れ様です。